ハロハロ。ことわざを使って英語を学びましょう。今日のことわざは、あっけに取られる。意外な出来事に出会ったり、思いがけない話を聞いたりして驚き呆れること。あっけとは、驚き呆れてぼんやりした状態のこと。取られるとは、取り憑かれるということを意味しています。もともと、あっけについては、その語源はいくつか説があって、ぼんやりとした様を示す擬音語、あんけがなまって変わったという説。物事に飽きた気持ちを表す、あくけがなまって変わったという説。口を開けるという意味の、あけが即音化したものという説。たたりをする魔物、あっきがなまって変わったという説、などあります。いずれにしても、そのような状態に取り憑かれた様子を表しているのよね。この言葉は、英語ではこんな風に表現するよ。Be taken aback. 今日のチェックポイント。aback. 逆帆になって。逆帆とは、船の帆が急に逆風に吹きつけられて前方から受けるような状態を表す開示用語です。ちなみに、この英語の表現は、あっけに取られる、面食らう、という意味でよく使われるフレーズです。世の中、もうびっくりすることがいっぱい。自分の常識では測れないことがたくさんあるよね。でも、そこであっけに取られるだけで見過ごしてしまうのか。はたまた、そこにチャンスを見出して新しいビジネスや芸術を生み出していくのか。それはあなた次第よ。ということで、今日はこの辺で。それでは、次回をお楽しみにね。See ya!